ルーリット村がゴブリンとオーク部隊の襲撃を受けた。村人は防御線を築いて抵抗しているが、敵の数が多く形勢は不利。しかし A 市長が逃げずに守りを固めるよう指示したため、逃げることもできず全滅するのを待つしかなかった。次回ソードアートオンラインアリシゼーションウォーオブアンダーワールド第2話襲撃。